ひれ伏せ人間、今日はパワー様の一日のルーティンを見せてやろう。なんじゃうるさいの。わしはまだ眠れちゃう。僕、機械の分際で。うわ、パワーのやつまた寝坊か。うん、しょうがねえな。おいパワー、またお前目覚まし時計壊したのか。もう起きる時間だぞ。いやじゃ、わしはまだ眠いんじゃ。あ、そう、じゃあ俺だけ飯食っちまうかな。それはダメじゃ。だったらさっさと歯磨いて降りてこいよ。歯磨き？わしはたまにしか歯を磨かん派じゃ。磨け、くせえんだよ。ほら、シャキシャキ歩け。いやじゃ、歯磨きはいやじゃ。なんで俺はこんなことしなきゃいけねえんだよ。つうか言うな、それはお前の仕事しろ。ちょ、唾飛ぶだろ。しかも俺の仕事じゃねえし。ったく、なんで俺がお前の髪まで溶かせなきゃいけねえんだよ。わしが面倒なことは全てうぬがやるという決まりなのじゃ。そんな決まりねえし。はいはい、次は着替え着替え。着替えも面倒じゃの。着替えも手伝おうか。そんくらい自分でやれ。もうお主、本当は手伝いたいくせに素直じゃないの。うぜえ。一日に何度も着替えるとは、人間とは面倒な生き物じゃの。母様完成じゃ。腹減ったの。チェンソーマンを知っていたらグッドボタンを押すがよい。腹減った。わしは腹減ったんじゃ。押せるパワー。そういえば、ちょんまぎはどうしたんじゃ。ああ、あいつはマキマさんと会議行くって言ってたから先に出たぜ。いいよな、俺もマキマさんと会議したかったな。そんなことよりわしは腹が減ってるんじゃ。よし、じゃあ作ろうじゃねえか、最強のパーマ。おお。よし、まずはジャムの最強三兄弟からだ。おれわしはミルクとチョコの二刀流じゃ。よし、次こうして。はっ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 。こうして、こうして。完成しまったぜ、最強のパーだよ。何を言っておる、わしの方が最強じゃ。よし、そんじゃいただきます。わしはまずこれをこうして。これは全部わしのじゃ。うん、うまいよ。うん、お前、くずお前のチョコいっぱいついてるぞ。おめでとうな。うん、わしの最強。あー、くったくった。うまかったの。お、マキマさんから電話だ。はい、電磁室。はい、そうなんすね。はい、わかりました。なんじゃった。あれ、会議が長引くから、あれ、ここで待機してろって。ふぅ、それじゃあ暇じゃの。じゃあわしは、にゃーことでも遊んでくるかの。おい、これは誰が片付けるんだよ。電磁じゃ。ミヤコはこれが大好きじゃの。ミヤコってあんなにぶっちゃけだったか。またマキマさんから電話だ。はい、デニス。はい、わかりました。なんじゃ。悪魔が出現したから急遽退治に向かってくれってさ。おお、暇だったからちょうどいいの。このパワー様がサクッと退治してやるわ。
ぜ悪魔を退治してわしが怒られなきゃならんのじゃ。それはお前が敏感な手をつけた悪魔まで殺しちゃうからだろ。違う、お主が殺せと言ったから殺したんじゃ。言ってねえし。腹減ったし飯でも頼むか。そうじゃそうじゃ、飯じゃ。どれにしようかな。お、この黒酢あんかけ弁当にしようっと。わしもそうしようっと。わしも黒酢あんかけが昔っから好物じゃ。行きつけの黒酢あんかけ屋がたくさんあったもんじゃ。へえ。くっ、黒酢あんかけって野菜が入っておるのか。野菜が嫌いじゃ、食わん。お前、黒酢あんかけ好きって言ったじゃん。は？言ってないよ。こわぁ。野菜をよけたら、ほぼ食うところがなかったろう。さあ、飯も食ったし、次は便所だ便所。ちゃんと流せよ。ふん、はぁぁ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 。気分爽快じゃ。流してねえし。なんで俺があいつの便所掃除しなきゃいけないんだよ。わしはたまにしか流さん派じゃ。流せ、くせえんだよ。ちょっと、そんなところで突っ立ってないで、なんか服を持ってきてくれよ。はい。お、うんこがべっとりついてる。え、これってちょんまげの上着じゃん。ちょ、うわ、おい、どうするこれ、あいつ絶対怒るぞ。わしは知らん、お前が勝手にやったことじゃ。お、お前ってやつは。それよりこいつを見てみろ。お、あいつのことあるじゃないか。上着のそばに置いてあったんじゃ。こいつを抜いてみたいと思わんか。見たい見たい。じゃろー、じゃあ抜いてみるぞ。3、2、1、シャキーン。なんだこれ、釘か。釘みたいじゃろう。ふーん、ドーン。痛えってやめろって。はっはっは。マジで痛いからやめろって。次とどめじゃー。これでお主の命もしまいじゃー。なんだかまずいことになったの。ただいま。なんじゃこりゃ。よしか、作ろうだね。